6月2日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄、トピックスをお伝えします。6月1日のハイライト。新ウクライナ派はウクライナ領内からロシア領内への攻撃を続けており、ロシア軍も国境地帯に軍を移動させています。ロシア軍は前線を支える兵力にも事欠く状況ですが、さらに国境線の守りに多くの兵力を投入する必要が出てきており、かなり厳しい状況になってきました。詳しくはハイライトの爆発炎上戦況のハルキウ市方面をご覧ください。またウクライナ軍は長射程の打撃兵器の国産化を急いでおり、ジーマーズをしのぐ射程の誘導ロケットを実戦配備し始めました。詳しくは、注目したい事柄をご覧ください。天候に関する報告。2023年6月1日から2日、東部及び南部、晴れ時々曇り、西部及び北部、曇り時々雨。最高気温は25度。南東からの風毎秒2から4メートル。土曜日から火曜日、6月3日から6日。ウクライナ全土、晴れ時々曇り。最高気温25度。天候が回復し始めましたので、部隊が起動しやすくなってきています。ロシア側での爆発・炎上。モスクワ市内でバスやミニバス37台が何者かの放火により全焼しています。モスクワやその周辺では UAV の攻撃以外にも放火によるものと思われる大規模な火災が5月に入って数件発生しています。ロシア領内のクルスクの町でも1日の夜に爆発音が5回市内で轟き、ロシア軍の防空活動が活発に行われているのが目撃されています。クルスクにも UAV の攻撃があった可能性が高いです。ロシアのベルゴロド市のショチョルサ通り付近で爆発が発生しています。煙が立ち上っており、道路は当局によって閉鎖されています。ベルゴロド州知事、バチェスラフ・グラトコフによると、UAV がベルゴロドの道路に落下したようです。付近の道路には、UAV の破片らしいものも落ちています。ベルゴロド州にあるロシアの町チェベキノで、砲撃の結果、多層ビルが火災に見舞われました。ビルの屋上を見ると、炎はビルのあちこちから上がっており、長いビルですが、ビル全体が燃えているのがわかります。こちらは同じシェベキノの工場が炎上している画像になります。この工場には、ロシア軍の燃料タンクが設置されていた模様で、この燃料タンクが狙われました。シェベキノへの攻撃は、絶え間なく続いており、その攻撃に対してロシア軍は有効な手を打てておらず、被害は広がっています。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数460名、7日間平均444名となっており、500名を割った状態で横ばいになっています。地上装備の損失は35台、2000万ドル相当と推定されており、7日間平均の損失台数は38台です。空爆に関する報告。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの7回、対空関連目標4回、砲兵陣地4回、倉庫、弾薬庫などで1回、その他の目標に1回の計17回実施されました。
長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズによる攻撃は、電子戦装置2回、砲兵陣地1回、倉庫、弾薬庫などで2回、指揮所1回の計6回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。ハルキウ市方面。これは、現時点では未確認情報ですが、複数のソースが報じていますので、一旦ご報告しておきます。新ウクライナ派部隊は、ノバヤ・タボルジャンカとシェベキノの2カ所で、国境を越えて、ロシア領内に侵入して、戦闘となっているという情報です。ロシア軍もシェベキノ付近には、国境警備隊の重武装部隊と、ロシア陸軍の部隊を送っており、これらと、新ウクライナ派の部隊が戦っているようです。ロシア軍は、さらに増援を送っている模様で、その様子がロシアメディアによって流されています。新ウクライナ派の部隊は、ウクライナ領内から砲撃も行っています。砲撃が行われていることは、映像等で確認されていますが、地上部隊が越境したことは、まだ確認できていませんので、訂正される可能性があります。シェベキノでは、住民の避難が始まっており、ベルゴロド地域の男性には、予備役招集が命じられたとの情報があります。クピャンスク方面。ロシア軍は連日、マシティフカの南で攻撃を行っていますが、ウクライナ軍は、この攻撃を撃退し続けています。ロシア軍は、毎日損害を重ねています。スバトバ方面。ロシア軍はこの方面でも、31日と同様に1日もノボサリフカとステルマキフカに攻撃を行っています。どちらの攻撃もウクライナ軍により撃退されており、ロシア軍は前進できていません。クレミンナ方面。この方面ではロシア軍の攻撃もウクライナ軍の反撃も報告されていません。シベリスク・リシチャンスク方面。ロシア軍は1日明けて1日に再びビロホリフカを東側から攻撃していますが、南東側の工場地帯から前進することはできず、敗退しています。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。バフムト市周辺と市内の状況については、戦況があまり入ってきていません。北西方向では、ウクライナ軍の反撃が続いており、それに呼応して牽制の攻撃を、ロシア軍が行っています。ロシア軍は31日に続き1日もオリホボバシュリフカの東側で攻撃を仕掛けてきていますが、ウクライナ軍によって撃退されています。北西のその他の陣地や拠点ではロシア軍の攻撃は報告されていません。市内についてもほとんど情報がなく、ウクライナ軍は依然、南側の橋頭保を維持しています。郊外の南西、南の方向では、クリシチウカ付近で、
相変わらず戦闘が続いています。今日も第3突撃旅団から映像が公開されています。31日と1日はかなり激しい戦闘が行われた模様で、映像には多数のロシア兵の遺体が遺棄されたままになっているのが映っています。映像の中ではぼかしてあります。ご了承ください。これほど多くの遺体が同じ空間に放置されているということは、ロシア軍は遺体を回収する暇もなく撤退したか、全滅したと見て間違いなく、いずれにしても大きな損害を出したことでしょう。他にロシア軍はクリミウカの西側で31日同様にビラホラ方向に攻撃を仕掛けていますが、運河付近でウクライナ軍に阻止されて攻撃は失敗に終わっています。東部ドネツク市方面北側、この方面ではロシア軍の攻撃およびウクライナ軍の反撃は報告されていません。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は根拠があるのかどうなのかよくわかりませんが、1日もマリンカに攻撃を行い敗退しています。その他の地域ではウクライナ軍がボハレダラの南東、ボロドミリウカの北側に進出しています。ロシアの軍事ブロガーロマノフによると、ロシア軍再編成によりボロドミリウカの境界線付近に到達することができたと主張しています。ロシア軍の再編成による撤退が事実か否かは不明ですが、ウクライナ軍がボロドミリウカの北で陣地を獲得したのは間違いありません。ウクライナ軍はこの地域での活動を活発化させており、ウクライナ軍は今後パブリフカへの補給路の遮断を画策するだろうとロシアの軍事ブロガーは主張しているようです。しかしパブリフカの補給線を断ってもあまり意味がないので、ウクライナ軍が攻撃に出るとしたらマリウポリ方面かメリトポリ方面への進撃を起とした機甲戦であろうと思われます。南部ザポリージャ州方面、南部ヘルソン州方面、この2方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃は報告されていません。次に注目したい事柄です。この映像はウクライナのビルカ M300mm 重多連装ロケットランチャーのロケット射撃風景を収めた貴重な映像です。ウクライナのルチ設計局によって設計され、BM30 スメルヒ MRL 多連装ロケットランチャーをベースにしています。ウクライナの情報筋によると、ビルカ M は最大 110km の距離で誘導ロケットを発射することができるとしており、射程はハイマースや M270 で発射できる GMARS 誘導ロケットを上回りますし、ペイロードも GMARS をしのぎます。ただし、誘導の精度については発表がないため不明です。2022年5月から実戦投入されているようです。ウクライナ国産のニエス22ボダナ 155mm 自走榴弾砲の新型シャシーが、詳細な場所は不明ですが、ウクライナの道路で目撃されました。ニエス 22SPG の量産開始が発表された際に、レズニコフ国防大臣が乗車して撮影したキャビンと同型のものです。ウクライナは長距離打撃ミサイルや砲の国産化を急いでいます。これは欧米から援助された兵器ではロシア領内への攻撃に使用できないという条件がついているからであり、ウクライナが
ロシア領内への攻撃を視野に入れて兵器の開発を進めているのは間違いないでしょう。場所は不明ですが、ロシア軍の塹壕です。塹壕内では遺体が放置されており、ロシア兵が見張りについていますが、その見張りに対しても自爆型 UAV は容赦なく攻撃を行っています。ウクライナ軍はロシア軍陣地を攻撃する際に精密誘導砲弾や精密誘導ロケットなどで重防御施設や装甲車両を破壊し、その後機関銃座や対戦車ミサイルなどを UAV や誘導ミサイルで吹き飛ばしてから地上部隊の攻撃を行っているようです。サーマルスコープ、熱映像照準装置を使った狙撃を記録した映像です。サーマルスコープを使用しているのはウクライナ軍特殊部隊、標的となっているのはロシア兵です。ウクライナ軍の陣地掃討戦の訓練風景です。ウクライナ軍は反転攻勢に備えてロシア軍の陣地を攻撃・掃討するための訓練を繰り返し行っています。この訓練は訓練場では当然ながら出動待機体制に入った地でも行われています。陣地戦においてはワグナーがかなり優秀と言われていますが、ウクライナ軍も訓練と実戦経験を積み重ねて練度を上げています。ポーランドのマテウス・モラビエツキ首相はモルドバでの欧州政治共同体サミットの結果を受け、さらに数カ国がウクライナにパトリオット防空システムを迅速に追加供給することに合意したと述べました。オランダのマーク・ルッテ首相も欧州政治共同体サミット後に同様なことを述べており、オランダがそれを主導する役割を担うことも表明しています。戦車や装甲車の追加供与、F-16 の供与、パトリオットの追加供与などが続々と決まっており、ウクライナ軍が反撃のために必要な装甲戦力と、それを守るための防空部隊、支援するための航空部隊などの編成がさらに進むことになります。また、スイスのルアグ社は96台のレオパルト1戦車をドイツに売却し、ドイツで修理してウクライナに移送することを望んでいます。現在の主な障害はスイス政府の中立的な立場であり、スイス政府は同社からの要請を検討中で、現時点では売却は許可されていません。スイス政府にはオランダなどが承諾するように説得を行っています。兵力70万を超えたウクライナ軍に多くの兵器が供給されつつあり、ロシア軍がこの戦争に勝てる見込みはすでになくなったと思います。プーチンはソ連解体後に欧米の餌食となって利権を奪われ続けていたロシアを立て直した英雄かもしれませんし、欧米の主戦土資本家や政治家からロシアを守ったのは間違いのない事実でしょうが、調子に乗りすぎて国を滅ぼすことになるのかもしれません。一部では親ウクライナ派である自由ロシア軍団にワグナーの一部が合流するという噂も流れており、ロシアの政治情勢は不穏です。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。